皆さん、こんにちは。筑波大学のアルアナです。今日は、プログラミングズチャレンジ、第5週、パーツ1、グラフについての授業を始めます。で、グラフが、まあ、コンピューターサイエンスの中で結構大きなテーマです。実世界のいくつかのデータがグラフで、説明ができます。ですね。まあ、例えば一番、代表的な例としては、まあ、地図ですよね。まあ、日本の地図を見て、道と道の間の距離を測って、まあ、東京から筑波まで50キロ、東京から、大阪、京都まで何百キロとか。で、それをつながると、まあ、グラフが作りますですね。で、そのグラフで、例えば、なんかその、筑波から大阪に行くと、どこが、どの経路が一番短いか、どれが最短経路なのか。それは、結構代表的なグラフの問題となります。でも、まあ、地図だけではなく、ヒューマンネットワーク、人間のネットワーク。それは、ソーシャルメディアのネットワークですね。誰が誰をフォローしているか。なんか、あるつぶやきが誰に、いいねと押しましたかとか。それでも、なんか、グラフを作ることができます。例えば、科学の中で見ると、ある論文に対して、その論文は誰が投稿しました。この論文を投稿した人が、他の論文は誰と一緒に投稿しましたか。この論文を、なんか、その、コートした人は何人がいますとかですね。そうすると、なんか、そのグラフを作ると、なんか、ある分野の中に、有名な研究者とか、影響が与える研究者とかをすることは、測ることができます。あと、コンピューターサイエンスの中でもグラフを作るんですね。一番大きいのは、なんかそのプログラム論ですね。なんかプログラムをコンパイルするときに、ライブラリの、関係性が描くことが必要。例えば、なんかその C++ の、IO ライブラリをロードする前にどのライブラリをロードしないといけない。あと、例えば、ベクターのロードする前にどのライブラリをする。Python、Python を使う人には、Python の新しいライブラリをインストールするときに、その条件のライブラリに何がありますか。それもグラフでその関係を表すことができます。で、最後に、最近結構広がってるんですけど、なんかその、自然言語ですね。自然言語の文法とか、あと言葉と言葉の関係性とかはグラフで表すこと。それはグラフグラマス。あとグラフ分布と言いますですね。で、その、自動翻訳とか、自動通訳も、そのグラフグラマを使っています。あと、もちろん、ニューラルネットワークも、グラフで説明することができます。で、グラフはそんなに大きなテーマで、今週で全部教えるわけじゃなくて、今週と来週、2つに分けてグラフのプログラミングチャレンジの中の、概要を説明します。今週が主に、このテーマですね。グラフにおけるデータ構造。あとは、深さより探索と幅より探索ですね。あとはなんかその DFS と BFS、深さより探索と幅より探索におけるどの課題を解くことができるのか簡単に説明します。最後に、ミニマルスパニングツリー、クルスカル法とプリモ法が、まあ、この授業の最後です。で、来週がほとんどなんかその最短経路の話とフローの話ですね。ですので、まあ、最短経路のグリスはダイクストラですね。あとはなんかグラフのすべての頂点に関する最短経路、そのフロイド・ワーシャル法を説明します。あと、なんか、ネットワークフローの問題を説明して、で、ネットワークフローに関係する微分グラフのマッチングについてを説明します。では、グラフって何ですかですね。数学的で言うと、グラフ G というのは、V セットと E セットで作られています。V セットとは、頂点のセット。そして、E セットは、辺のセット。まあ、E セットが何も入ってなくてもいいんですが、グラフは少なくとも頂点を一つは必要ですね。で、辺について、ダイレクテド、まあ、それぞれの辺が、必ず2つの頂点の間をつないでいます。
で、その辺がダイレクテド辺とアンダイレクテド辺。例えば、ダイレクテド辺がこの例ですね。なんかこの頂点からこの頂点につないでますけど、この頂点からこの頂点につないではないですね。アンダイレクテド辺がこの形ですね。A と C の間の辺が A が C とつないでるし、C が A ともつないでます。あと、辺と頂点が重みとラベルを付けすることができます。例えば下、上のグラフでは重みもウェイトがないですね。すべての辺が同じウェイトで、すべてのレベルが重みが付けてない。じゃなくて、下の方が、重みも辺も、重みもラベルも付いています。まあ、このグラフだと、この、あと、頂点が A、この頂点が B、この頂点が C、この頂点が D と、この頂点が E。ちなみにこれをちょっと注意してほしいところなんですけど、この頂点がグラフの他の頂点とつながってないんですが、同じセットのものですので、同じグラフですね。これはすべて一つのグラフ、二つのグラフではですね。あと、たまに見るのは、セルフエッジとマルティエッジ。セルフエッジとマルティエッジって何かというと、セルフエッジが同じ頂点から同じ頂点の辺っていうですね。これはなんか A から A までのセルフエッジです。あとは、マルティエッジが、同じ2つの頂点の複数のエッジ。例えば A から B が3の重みの辺と7の重みの辺があります。セルフエッジと、マルティエッジが実は、その最悪的なテストケースに入っている可能性があります。ですね。あと、さっき言ってたのは、なんかグラフがコネクテルとディスコネクテルで可能ですね。例えば、上のグラフがコネクテル。すべての頂点が辺でつないでいます。下のグラフがディスコネクテル。この E の頂点がグラフの残りとつないでいません。ですね。では、ほとんどのグラフの課題がいくつかのタスクが普通です。例えば一つが、VI と VJ の頂点がパスがあるかどうか。つまり VI と、VI と VJ の頂点の間に辺で行くことができます。例えば VI から VK、VK から VK プラス1、VK プラス1から VJ のパス。それは VI と VJ がコネクテルであるかどうかとも言えます。あと、つないでるだけじゃなくて、まあ、いくつかのパスがあって、そのパスの中に最短経路を認めることですね。まあ、これはウェイトがあるとき、ウェイトがないときとか、あとは複数のパスがあるときとは、グラフ、あとアルゴリズムが微妙に違います。あと、なんかグラフ問題によくあるのは、ある条件で新しい頂点を入れる、新しい辺を入れる。あるいは、あと、ある条件を満たす。辺を抜く、ある頂点を満たす、頂点を抜くことになります。あとはなんかそのグラフの特徴をテストすることをよくあります。ですね。じゃあ早速、まあ、グラフ課題の例を見ましょう。これは実際の今週の課題の一つのドミネーターっていう課題です。じゃあドミネーターが、そのドミネートっていう関係を紹介します。VI の頂点が VJ の頂点をドミネートというのは V0、まあ、ルートという辺から VJ までに、まあ、V0 から VJ の頂点の間に全てのパスが VI が入っています。入力はそのダイレクテル、まあ、辺が向きが入っているグラフ VE。で、出力が、その、どのグラフ、どの頂点とどの頂点がドミネートしているかの、テーブルとなります。例えば、これを見ると、このグラフを見ると、0、1。0から1に行く。1から3の辺。3から4の辺ですね。入力はこれですね。なんかグラフを一つで、で、頂点が5つ。で、それぞれの頂点に対して何と何がつなぎ。例えば0が
0と0がつないでない。0と1がつないでます。0と2もつないでます。で、0と3と0と4たがつないでます。で、1が3とつないでます。2も3とつないでます。で、3が4とつないでます。で、4が誰もとつないでます。で、例えば、0がどの頂点をつないでます。どの頂点をドミネートしてるんですかね。まあ、どの頂点、0からどの頂点のパスにでも0が必要ですね。なんか0からのパスですね。ですので、0がすべての頂点を、ドミネートしています。で、3を見てみましょう。0から1のパスが3が必要はない。ですので、3が0と1をドミネートしていない。2までも3が必要はない。0から3のパスが3の頂点が必要。ですので、3が3をドミネートしている。あとは4も、0から4のすべてのパスが3が必要です。ですので、4が、3が4をドミネートする。まあ、そういうふうな計算が必要です。じゃあ、皆さん、この問題がどういうふうに解けますか？ですね。まあ、これが、探索では、ないですね。なんかその行列を作るには、n が大きければ、この行列はものすごい大きくなりますので、探索が無理です。ですので、まずは、この2つの質問を考えてください。質問1が、そのグラフのデータは、プログラムの中に、どのデータ構造で保存するか。で、次は、そのデータ構造を持って、そのドミネーターの関係は、どういうふうに判定できますか。じゃあ5分ほど考えて、まあ、10分ほど考えて実装してみてください。じゃあ続きます。まあ、まず、グラフのデータ構造について話しましょう。いくつかあるんですけど、代表的に3つに着目したいです。1つが、adjacent matrix。まあ、つまり近所の行列です。まあ、adjacent matrix が行列で、まあ、このように、二次元のベクタルです。で、この二次元のベクタルが n×n の行列となって、adjacent aj というのは i と j の間に辺が引いてるかどうかを表します。で、前の入力を考えると、まあ、n が for int i 0から n と for int j 0から n で、シーンで、まあ、前の入力を見ると0、1が出てくるので、そのインプットが、直接 adjacent ij に入れます。ですので、ここは、まあ、0、0が0、0、1が1、0、2が1、0、3が0、0、4が0、で、1、0が0、0、0、1とかですね。まあ、見てる通りに結構、プログラムが簡単です。で、メリットがこの通りで、プログラミングはすごい実装しやすい。で、すぐ i と j がの間に変があるかどうかをすぐクエリできます。i と j の間に変があるかどうかをテストするために、ただ adjacent ij をテストするだけで OK です。もちろんデメリットもあります。一つのデメリットが、ムーティグラフができません。例えば i と j の間に2つの辺が引いている場合、3つの辺が引いている場合ですと、これをどう入れればいいのかですね。例えば、3とか4とか入れればいいって言ったら、まあ、実はこの数字が1じゃなくて、重みを入れるのことが多いですので、だから同時に重みと、モルティグラフが保存ができません。まあ、変われば、例えば、ストラクトを入れればできるかもしれないけど、まあ、それはどんどん、グラフ構造が、あとデータ構造が複雑になっていきます。あと、多くの場合、グラフがスパースです。なんかグラフの辺がスパースです。これは何のかというと、辺の数が頂点の数に近い。すべての頂点の間に辺があった場合だと、辺の数が
頂点の2乗に近いんですけど、実際のグラフではそこまでいかない。ですが、この金正恩序列が必ず頂点の2乗のサイズになりますので、変が少ない場合だと、このデータ構造がメモリの無駄遣いです。ですね。で、3つ目は多分一番大きなデメリットなんですけど、R 頂点のすべての金正の頂点をチェックするには、O of V steps がかかります。つまり、この行列に頂点3がどの他の頂点を何を、どこの頂点とつないでるかをテストするときに、これをすべてをチェックする必要があります。コストが頂点の数です。これはまあ、なんかこうすると、一部のアルゴリズムが遅くなります。じゃあ、このデメリットがないために何がありますかですね。まあ、近所の行列に対して、近所のリスト、アジェイセントリストがあります。ですね。アジェイセントリストが、それぞれの頂点に対して、その頂点の変を、動的なリストに保存しておきます。もちろん、その動的なリストが C++ の場合だと、まあ、その、ベクタルとかですね、で保存します。これは、まあ、このコードです。まず、タイプを作って、このタイプが pair into int。これは変の、タイプです。一番最初のイントが、前のイントが、その、変の目的頂点ですね。後のイントが、変の重みとなります。で、次は、ベクタル、頂点とエッジですね。これは、なんか、あるベクタルに対して、すべての変が入れます。つまり、vi のベクタルに対して、すべての変が入れるリストとなります。で、次は、マップのベクトルですけど、これはアジェイセントリスト。つまり、すべての頂点をこのアジェイセントリストのベクトルに入れます。こうすると、なんか二次元の、行列、二次元の動的な行列、まあ、リストのリストですね。で、同じくドミネーターの入力のコードとは、まずこの、仮の変数 e を入れて、で、まあ、これは普通同じループですね。入力は行列ですので、この2乗ループが逃げることができない。で、この i から n、で、j から n で、まず e に、インプットを入れておいて、で、もし e が変であれば、e が1、変が入っているであれば、adjacent list、なんか i 頂点の adjacent list に、新しいペアを作って、j1 のペアを作って、そのペアがリストに入れます。ですね。で、このデメリット、このかと、アジェイセントリストのメリットとデメリットが、アジェイセント行列のメリットのデメリットとも真逆ですね。ですので、アジェイセントリストのメリットが、グラフが変がスパースの場合だと、これはメモリを無駄使わない。必要なメモリだけを使います。あと、複数の変を保存することもできます。あと、ここに書いてないんですが、vi という頂点の、近所の数を数えるなら、その変の数だけのステップが必要です。ですので、近所をテストするには、アジェイセント行列より、アジェイセントメイティクスより早いですね。で、逆に、i と j の頂点が、隣であるかどうかをテストするには、o of log v がかかります。これは、行列と比べて、行列は O of 1でかかるんですね。adjacent ij ですぐチェックする。ここは、なんか、i のすべての、変と j のすべての変をチェックしないといけない。で、コードが、まあ、少しだけ複雑になります。まあ、この2つだけじゃなくて、いくつかもあるんですので、もう1つだけを紹介します。これは、edge list。前の二つのデータ構造が、頂点がメインだったんですけど、このデータ構造がエッジがメインです。これは、ペア、イント、イントのエッジ。まあ、前と言いましょうですね。で、このベクタルが、なんか、ただ、エッジのリストとなります。
で、前のデータを見ると、まあ、ダブルループがまだ残ってるんですね。で、なんかその、仮の変数が E が1であれば、このペア IJ を作って、それは E リストに入れます。これはね、ちょっと、まあ、なんか変とこう思われるけど、このデータ構造が必要なオグリスムが今日は一つを最後に勉強します。ですね。あと、ここで、ね、今日は勉強しないんですが、例えば、その、なんていう、グラフ色に問題を解けたかどうかをテストするには、このデータ構造を使います。ですので、まあ、ある特別な問題、特定の問題には、まあ、そういうふうな変わったデータ構造が必要です。で、まあ、これはデータ構造です。で、もう一つ、すごい重要なところが、グラフ探索の基本的なアルゴリズム。それは、BFS と DFS。あるいは、DFS、深さより、あと、深さ優先探索と、BFS、幅より探索。ですね。この二つのアルゴリズムが、この二つのアルゴリズムの目的が、あるグラフのすべての頂点をチェックして何かするということですね。ほとんど、なんかもっと複雑なグラフアルゴリズムがほとんど BFS と DFS が第一ステップとなります。ですので、BFS と DFS がどのデータ構造でも、どのグラフでも、なんか、目を閉じたままでプログラミングできるように頑張りましょう。ですね。で、DFS のアイディアが、まあ、あると頂点に対して、まず一つのエッジを取って、そのエッジをビジットして、で、そのエッジの頂点をもう一度一つのエッジを取って、ビジットして、つまり、どん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 先行ってしまいます。ですね。で、先も行けなくなった場合だと、まあ、ちょっと戻って他の道行く。で、ちょっと戻って他の道行く。っていう感じです。DFS の特徴が、その頂点の半の順番が、なんていう、保証はありません。ですね。まあ、ほとんどの場合が、あと、遠く行きがちなんですけど、まあ、それでも必ずしもないんですね。グラフによっては変わります。あと、DFS が、再帰関数ですごい、実装しやすい。で、一方、BFS が、まあ、最初の頂点で、まず、近所の頂点をビジットして、で、次はその近所の頂点の近所の頂点をビジットして、で、次はその近所の頂点。つまり、BFS ができるだけあまり遠く行かないで、近いうちの頂点を最初に、チェックします。ですね。BFS の実装のアイディアが、スタック、あ、まあ、サブジャンク、Q、FIF Q を作って、その Q で、なんか、ビジットすべて頂点を後ろに入れて、で、次をビジットしたいときだと、前から、その頂点を出ます。取ります。ちょっと画像、イメージで、イメージを見てみましょう。ですね。左の方が幅より探索、DFS。右の方が、左の方が深さより探索。右の方が幅より探索、BFS となります。で、同じく、両方とも、この頂点から始めます。ですね。この上、左の頂点から始めます。で、両方とも最初は同じですね。で、この、この A からの頂点、両方とも B をビジットします。だけど、その次は、それぞれ違います。次は DFS が B から最初をビジットする。ですが、BFS は A から A の近い方がをビジットする。ですね。で、次は BFS が、なんか次の C をビジットの、次の近い D をビジットします。BFS が同じ C をビジットしましたが、次は A の近いの、E をビジットします。ですね。で、次はなんか D の後に何もビジットできない DFS が C に戻って C の次、F をビジットします。
A が B の隣すべてをビジットしましたし、A の、すみません、A の隣すべてをビジットして、次は B。B の隣に何も新しいノードがないから、次は C。C の隣に D がありますので、D をビジットします。で、次は F からどんどん先に行って、G を行きます。で、BFS が C の、D の近いのと、次は F の近いとなります。ですね。最後はなんか、もう次、どのノードをビジットするかわかりますか？ DFS の場合だと E をビジットしますですね。G の先に行く。で、BFS が C の隣の頂点が全て終わったので、A に戻って E の、近所の頂点をビジットする。ですので、H をビジットします。で、最後には E から H に行って、A が E から G 行きます。で、それで両方のグラフ、両方の、アルゴリズムがグラフを全てをビジットしました。では、実装を見ましょう。ですね。深さより探索、DFS の実装が、まあ、adjacent、両方 adjacent リストで見てみましょう。で、ここですね。まず、visited リストを作ります。まあ、今回の実装の目的は、visit リストを全てを1にすることですね。最初は0で、まだ、visit してないので、どんどん visit すると、この0が1に変わります。で、前も言ったんですが、DFS の一番簡単な実装が、再帰関数です。ですので、再帰関数 V。次は V ノードをビジットします。最初は V をビジットすることをマークします。で、次はループをして、で、そのループがまず次のノードをとって、U が adjacent list、まあ、U がその、V からの I から V のサイズの近所です。で、この中に、まあ、何か処理します。処理した後に、再帰的に、もう一度 DFS、DFS を呼びます。ここじゃなくてですね。ですね。DSL を呼びます。これはまだビジットしてない場合だけですね。で、全部終わった時だと、そのスタートベーテックスから DFS を始めます。これは関数だけの定義ですね。まあ、結構あまり難しくない、アルゴリズムですね。まあ、実は BFS も、そんなに難しくない。でも前も言った通りに、再帰関数じゃなくて、ループを使います。今回は、while loop ですね。でも、これはまあ同じく、ビジットされた、されてないデータ構造で。で、これは重要ですね。Q。この Q が、次はどの頂点をビジットするか。BFS だと、DFS だ、DFS だと、ビジットの順番が何も保証がないんですが、BFS のビジットの順番がとても重要ですので、BFS のビジットの順番が Q に、入れておきます。で、最初の Vertex が Q にプッシュする。ですね。結構。で、この、まあ、この Q がまだビジットしたいノードがあれば、この中を続きます。最初は Q からポップして、Q の前からポップして、で、その U、ポップした U をビジットすることをマーク。で、次は処理ですね。U を何か処理することですね。で、U のネイバーすべてをなんか取って、で、DFS の場合だとこれは再帰を呼ぶんですけど、BFS の場合だとこれを再帰するじゃなくて、すべての近所の頂点を Q に入れていきます。これどんどん入れていくと、その次のビジットの順番が決めていく。でそれはまあ両方とも結構簡単なアルゴリズムです。で、BFS と DFS が計算的に計算コストはどれぐらいですかね。実は BFS と DFS が adjacent list で
なんかコストが OV プラス E ステップ、つまり頂点の数プラスエッジの数です。なぜかというと、まあ、少なくとも頂点をすべてビジットしないといけない。それは V ですね。で、ビジットするために頂点を見つかるには、すべてのエッジをテストしないといけない。ですので、それはエッジの数。なので、BFS、DFS と Adjacent List がすべての頂点とすべてのエッジをチェックするので、それは O of V プラス E のコンプレクシティになります。一方ですね、Adjacent 行列で、BFS、DFS を実装すると、コストが V の2乗です。なぜかというと、すべてのエッジを、すべての辺をチェックするだけじゃなくて、それぞれの頂点に対して、その頂点のすべての近上頂点を確認しないといけない。で、前も言ったんですけど、adjacent matrix の頂点の近上を確認するには OV、O of V ですので、このコストが O of V かける V ですので、O of V の2乗となります。じゃあ、BFS と DFS を理解した後に、これを使ってドミネーターの課題を解きましょう。まあ、課題の定義に戻ると、VJ が VI にドミネートすると、すべて、S から VJ のすべてのパスが VI を取るっていう意味です。それをちょっと、言葉を並び替えると、VI がなければ S から VJ までが届かないっていう意味です。VI がなければ S から J までに届かないですね。例えばここだと3がなければ0から4までは届かない。一方、2がなければ0から3まで、0から4まで届くですね。では、これを考えると、アルゴリズムができます。ですね。アイディアとしては、ノードを一つずつを取って、まず0を取って、0からどこまで届くのかをチェックする。次は1を取って、1を抜いて、0からすべてのノードから、すべてのノードまでアクセスできるかどうか。次は2を抜いて、0から4までアクセスできるかどうかをテストする。ですね。それでもう実装見えてきましたか？これはまあ大体のプシュードコードですね。あと、アイディアとしては DFS を2回繰り返す。まずは、この DFS2 っていう関数を作る。DFS2 は DFS と同じなんですが、I ノードを来たときに、その I ノードをスキップする。その I ノードを戻る。これはなんか、この DFS2 で I ノード抜きの DFS っていう意味です。それはまあ自分で実装してください。難しくないです。で、イニシャリゼーションとしては、まず DFS20-1。この DFS20-1 が、すべてのノード組み0からどこまで届けるのかですね。これは特別なケースを一つをチェックする。何の特別なケースかというと、グラフが、フリーコネクティブではない場合ですね。で、次は、すべてのノードに対して、そのノードがビジテッドした場合、つまりそのノードが0からつないでる場合だと、すみません。0から全てのノードをドミネートするので、0からビジテッドできたノードが全て0に、ドミネートされる。で、次は、N 回のループですね。なんか N 回の DFS。1から N までの頂点で、全て DFS0i ですね。その i がなければ届けるかどうかをチェックする。で、その関係でドミネートをマークする。これはまあ、DFS2 を実装して、そしてこのプログラムの、前と後ろに、作れば、問題1を解くことができるはず。
じゃあ、第一パーツのビデオがここで終わって、次のビデオから、動的なプログラミングの授業のように、グラフの代表的な問題を紹介します。じゃあ、それでまた、そこまで。では、ここで以上です。